はい、プレイしていきたいと思います。ヴァンパイアサバイバーというわけでやっていきましょう。前回ねコレクション見てみようか。ニンニクが完成したんですよね。確か進化したニンニク、ハートを盗む、 HP 回復時に威力が増加するっていう。これちょっともうちょっと活かせてたかもしんないなって思って、もう一回ニンニクやってみてもいいかもね。あ、待って、このリングワンチャン続きあるわ。ランダム回復ニンニク、とりあえずムチと、この炎の杖、この2つがまだなんで、これを狙いたいといったところですね。あと月桂樹もワンチャンあるかもしれないね。月桂樹もここになんか新しい武器が入りそうな気もするよね。試してないの多分この2つぐらいだよな。この2つと、あ、待って、ムチとこれ試したんだっけ。こっちは試した気がする。ムチと HP は試してあるな。でもさ、アーマーとムチってどうなの。ラッキーってなんかなかったっけ。気のせいか。ろうそくって何だったの。エリアか、斧、これも強かったよね。まあまあ、あ、クローバーいったじゃん。クロスクローバーか。なるほどなるほど。じゃあもう組み合わせ分かんなくなってきた。ホレンソっていたっけ。ホレンソまだじゃね。フレーサー、ロウソク、クローバー、スペルバインダ、何か、心臓、アトラクトオーブ。分からん分からん分からんって感じだな。うん、とりあえずやっていこうか。新しいキャラを解放しまして、今日もシスタークレイリッチ、永続的にライフを毎秒 0.5 獲得し、ライフ上限が50増加、一時的なエリアボーナスから始まるっていうことなのかな多分。これか、厳しいぞ。なんだっけ、ってことはアトラクトオブですね。でも回収はすんげえ回収するんだな。すんげえ回収するし、回収これおいくら万円、超高い万円。追従するボトル、まあクールタイム金取りね、金取りね。持続時間は伸びてもいいんじゃないの、そしたら。あ、いいじゃんいいじゃん。持続時間伸びて、もう金ないからいいや、これでいこう。レッツラゴー。およ、はっ、次のステージがないぞ。いや、でもまだ出てきてもおかしくないのか。ハイパーやんないといけないの俺もしかして。嘘だ嘘だ、ハイパーやりたくねえ。こっち行ってみるか。これがでもこれクリアしたから出てきたのかね。でも一応今んとこクリアしてないとこって30分到達してないのってこっちだよね。嫌だなこのステージ。本当にうまくいった試しがない。なんか分身みたいな。ちょっと、おー、強っ、エリア強っ。どうしよう、ビジョーネと紫のやつ両方出したらなんか面白いことなんねえかな。あ、ムチが完成してないのか。ムチなんなのよって思わん。は？え？ちょ嘘でしょこの人。いや、おかしい。ちょ待って、斧取ろう、斧。でかい斧飛んでったらめっちゃ強いんだから。待って、斧なんと何だったっけ。斧ろうそくか。オッケーオッケーオッケー。斧ろうそくか。ちょ待って、何が生きたらこれぶっ壊れになる。待って、でもさ、やっぱり単純にあれじゃね、あのなんだっけ、あいつが出てこねえわ。トレーサー、あれ単純にぶっ壊れじゃね。極太のトレーサーがぶっ飛んでいくわけだろ、つまり。
何がいいんだろう。え、これマジで何がいいんだろう。あ、やばいこれ。おほう、耐えた。あ、しかも自然回復ついてるのか。おお、うめえ、うめえなこのキャラ、うめえなこのキャラマジで。炎を取っとくか。いや、もう一個増えた方が面白いかな。炎取ります。ないの取っとこう。あ、でも炎一番外れだったっぽいな。炎いらねえな。ムチ取りてえ、むしろ今。痛い痛い。あ、くう、これで発射物一個増加。こいつと相性は今なんだ。ムチが、ムチって何なんだろうな。ムチなんだと思う。なんだろうか。え、斧小さくなってない？ちょ待って、ちょ待って、斧小さくなってるよ。大きい斧どこ行ったん？え、ちょ待って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 、もしかして HP マックスだったら発動するみたいな、そういう感じ？あ、もしかしてそういう感じかもしれない。ニンニクか、ニンニクか。まあ、とりあえず、斧取りまおうの。おの、おのろうそく取りま。取りまおのろうそく。やべ。すげえ逆走してるわ。下に行けない、このキャラ。このキャラ、下に行けない。でもさ、前回のやつさ、あれさ、俺思うんだけども、あの組み合わせ、最強だったんじゃないか説があるんだよな、前回の。あれじゃないと本当にあの最後のウェブ押し返せなかったよね。あ、もうちょっとあのレジェンドっていうのかな、最強進化まで持ってきるチャンスはあると思うんで、もう一つぐらいチャンスはあると思うんですけども、エリアでろうそくなんだけども、突っ切るしかなかった今のは。ちょっとね、あれ以上最高の解釈がない気がするんだ俺。めっちゃスムーズだったもんな、途中から。ぶっ壊れで。アトラクトオーブと何取ればいいんだっけ俺。あと、あ、十字架がある。そういえばコメントでね、あの、なんだっけ、え、これ噂したで出てきたペンタグラム、ペンタグラム取った瞬間に、あの、なっけな、箱が消えたっていうコメントがあった。それマジっすかっていうそれ絶望的に怖いやつだな。敵どころか箱まで持ってっちゃうのっていう。これさ、耐えられないね。耐えられないから、これ箱取れるタイミングで取っとこうよ。いけないよこれ。俺左からお回りするか。厳しいな。引き寄せ取っときます。これで一応なんだっけ、必要なレジェンドに必要なやつの回収できてんで、あ、これ取っとこうか。どうしよっかな。無知が何かがわからん。もうアーマー取ろう。アーマー無知だ。無知取りてー、ムチ取りてえけど、アトラクトオーブ今完成してるから、アトラクトオーブ3件やるか。ほうれん草って何ですね。ほうれん草って何ですか。ほうれん草って、あー、これ取りてえ。これなんだっけ、明日のやんとかだよな、クルタイムだよな。からの書だ、からの書。最後までやるとして絶対これ必要なんで、これ取ろう。これで敵を押し返さんと本当に戦えないから。あれで道作ってたようなもんだから、昨日の戦い。なんで、あれで道を築いていくわ。やっぱ箱取ってもよかったな。箱
箱から離れて思うわ。箱取っといてもよかったなって。もうこれタイミング次第で使っちゃおう。このローサリオ、ローサリオ厳しい、マジで。うわうわ、何何何、増加1。でも炎の方がいい気がするな。でも一応どっちも確保してはいる。引き寄せたらダメージが強くなるみたいな感じだったよね。でもこれ継続時間があるんであんま関係ないと思うんで、斧でいこう。全方位攻撃の方が強い気がするわ。取っちゃうか。あ、取れなくね。あ、取れたわ。ラッキー、めっちゃラッキー。いいね、一種類ずつ。美味しい。当たりです。ろうそくで範囲が広がって、受けるダメージが減って、からの一発増加。よいしょ。あ、倒せるんだ、これ。へぇ。この火の玉で倒せるんだね。クリティカルヒットすれば。それは強いね。よいしょ。オフ、オフ。オフ。アランダムな敵な、でもな。まあ、ここは、せいせいって言いましょう。無知が何かわからんな。でも無知とアーマーってちょっと違うよな。関連性が薄いよな。ニンニクと体力もなんとなく雰囲気、元気になりそうな気するもんな。健康的になって。グローバーとロザリアも、ロザリアだっけ、なんだっけ、十字架のやつ、あれもまあ四つ罰の中に四つ、なんていうの、まあ十字架っぽい形してるやんっていう、無理やり通して。でスペルのクールタイムは、まあ、連射できるようになりそうな雰囲気があったもんな。ことを考えると無知ってなんなんよ。無知ってなんなん、マジ。でもさ、最初のアイテムだからさ、最初からできるやつな気がするよな。連想。そして俺はなんでほうれん草をさっき取ったんだろうな。まあ、いっか。ほうれん草と無知だと今思ってんのか俺は。え、俺なんでほうれん草取ってあるの。おお、20できたか。お、ナイスナイスナイス、それはナイス。え、道できてねえじゃん。あ、やばい、これ。めっちゃ食らった。とりあえず、ニンニク取ってないんで、自然回復はなし。何が必要？斧は、ろうそく。聖水は、アトラクトオーブ。スティックは、あれですね。からの書、空の書。で、ろうそく取っとくか。斧完成させたいもんな。で、でも無知相変わらず、ぶっ壊れ距離だよな。斧ちゃんでかいんじゃね、やっぱり。斧やっぱでかいんじゃね、まだ。でも見慣れた説、俺が。最初のでかさにビビって。でかい本も気になるけどな。
もう一個取るのは何なんだろうな。やっぱ本か。でも本取ったら俺スキルバインダー取らないといけなくなるよね。今取れたよ。なんだ、炎は取れてる、聖水取れてる、スキルバインダー取って、ただの書、ただの書とスキルバインダーになるのか。そうしたら確かにあのバリア、バリアどっちか欲しかったよな。あ、でもスキルバインダー両方来ちゃうのか。ほうれん草とこれってどう思う？いや、ダメージ強そうだからどうにかなるかな。スキルバインダーとこれからの書、バインダー回転するからさ、ワンチャンありなんだよな。押し返すので最後の最後の砦的なバリアになるよな。よいしょ。で、持続時間で、あの聖水とも相性悪くねえし、多分ね。斧は持続時間関係ねえし、ムチも持続時間関係ねえから、ちょっと全部と相性がいいかって言われたらそうではないけれども、うめえなおめえら。こういう時にね、あれがあればね、本とかあれば、本とかなんだっけ、あのニンニクとかあれば、後ろからあいつら攻撃して経験値できたんだけど、ちょっとそこがもったいないから、経験値じゃない、回復は取りたくないんで、こっち行こう。よいしょ。はい、終わった。あ、ワンちゃんこれとファイヤー、これとファイヤー取ってこようかな。ある気がすんな。ファイヤー何と試したか覚えてねえな。でもまあ1個増えるのは強いから、おとなしくこれ取っときます。ワンちゃんファイヤーたどり着いてない可能性あるから、取ってた時に。何こいつら、ここにいるの。お、いいね。ここに出たのはありがてえ。無理か、無理だこいつら。ミノタウルスは倒せないよ俺には。痛い。おー、死ぬかと思った、死ぬかと思った。ちょ、お肉取りに行きたいな。ミノタウルスやばい、ミノタウルスマジやばげ。取っとこう、これ。でもカバンより先にこれ取った感じ、カバンつか箱より。どうする、火の強い、こっちは聖水だな。あ、やっぱり両方同時か。で、おの悪くないよ。上の回復取っとこうか、とりあえず。ちょっとね、時間があんまないんでね、多分いつもなんだけど、いつも以上に今日はね、ちょっとやばいんで。もう常にいつ起きてきてもおかしくない状態になっちゃうね、実は。このボタン押してみよっか。ダメだ、ちょっとあまりにも暗いすぎて今。よいしょ。おっちゃっちゃん。おお、おいしい。ライフはニンニクだから、ムチで。聖水バリアの中に紛れ込むしかねえな。聖水バリアかな、斧かな。斧今どんだけ ?1,2,3,4,5,6 斧6。アトラクトーブ拾えてないんで 1,2,3,4,5,6 一緒だ。どうしよう、効果、効果の見てダメージアップ。斧でいこう。頑張って、
頑張って頑張ってしのいで、あ、空の書切った。空白の書でした。空の書じゃなくて、これはでかいけど、俺は生きていけるのか、果たして。よし、ちょ、範囲広げたいよな、本当は。このこれとかな。うわ、なんじゃありゃ、あいつはなんだ、こっちなんじゃあれ、パックマンじゃないけど、やばい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 、こっちやばい、何が起きてんのこれ。俺このステージこんなに長生きしたことないのか、もしかして。そういう話、そういう話かもしれない。ちょ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 、ああ、まあ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 、何でもいい、何でもいいと言った。何でもいいと言った。よいしょ。こいつら、こいつらとりあえず減らそう。キュキュキュ、これ遠距離攻撃のやつをとりあえず減らしていこう。あ、一応この、清水バリアの中にいれば駒は飛んでこないっぽい。清水バリアに守ってもらおう。清水で働くと、清水マックスまで行こう。とりあえず、とりあえず清水マックスまで行こう。で次はアトラクトオーブ行こう。この清水引っ張って歩くしかねえよ、俺多分生き延びる術は。発射物いきます、発射物。聖水が1個増えたんで強いから。ちょ、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 あ、ダメだ。エリア、エリアでとりあえずエリアで聖水ロードをどうにかどうにかして、引き寄せ、引き寄せの引き寄せを広げてうわ、聖水が、オッケー、もう全てが聖水に響かれていくから。空白で、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 クルタイム、聖水をいっぱい出したいからクルタイムで。あ、俺の聖水どこ行った。あ、下だ、危ねえ。空白で、はい、ちょ、待って、待って、下、下が、あ、このこの中で俺は生きていくんだ。空白で、あ、やばい、おお、こちら、くくくく、あ、でも左、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 右右右右、どっちだこれ。空白は、俺スキルバインダー取れてねえから本は回り続けないんだ。じゃあ空白ですね、これは。空白とのセットの杖の方ですね。押し返し、押し返しモードで。アトラクトオーブ広がな、早っ。でもアトラクトオーブを拾って。じゃあこいつら押し返し効かなくね？え？押せてなくね？って思った今。どうにかなるか。よしよし。おお、いいね、いいね。あっちに、アトラクトで行きます、アトラクトで。アトラクト、あと2つ。アトラクトあと2つで、この聖水の上を歩く戦いから、俺が歩くところが道になるようになるから、きっと。
きっと楽になるか、逆に厳しくなるかのどっちかっすね。自分が行かないといけなくなって、ムチ上げときましょうか。ムチが何とのセットかは分かんないけど、こっち行きたいな。よしよしよし、ナイスナイスナイス、いいところに投げつけた。いいねいいねいいね、いいよいいよいいよ、欲しいところに飛んでってるよ今のところ。素晴らしい、でかいの来た。イエスイエス、あーそっちか、こっちに来たらおめえすげえことにダメージになるぞ。どう、アトラクトできます。アトラクトこれはアトラクトかな、レジェンド行くんだよ。よし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 、ラクトからレジェンドリークに、お、宝箱が増えましたね。美味しいですね。おお、いい広がり方今の。今の道最高、マジ最高な投げ方。アトラクト。よし来ました。これマックスだよね。マックスです。では取ってみましょう。どうなるのか。自分についてくるようになるらしいけど。で動いたら。ダメージが上がってくって書いてあった記憶があるよ。読むよ読むよ、でおいで、はよ。エボルドサンタウォータードゥインダメージゾーンフォローユー&グローということで、追っかけてきて成長するっつってる。フォローしてます、グローしてます。ん、あ、ちょっとちょっと自分に寄ってきてるかも。確かに言われてみれば、言われてみれば、果たしてそれがどうなのかちょっとよくわかんないですけどね。どうなのこれ、微妙じゃね、正直微妙じゃねっていう。え、2個多くの敵を突破なんだ。2個多く投げるわけではない、2個多くの敵を突破だって。貫通力だ、貫通力が上がってたんだこれ。なるほどな。でも敵がっつり貫通するようになるんだよね後半ね、確か。これ取ってきます。17分なんで、とりあえずは今のところは戦えてるかなっていう雰囲気はあるよね。この杖の方で。今のところはねーっていう。この聖水のエリアと斧でどうにか。そして塚さん、俺さ、前回経験値見るの忘れてたな。ちょっとそのところじゃなかったかな。告白の書行きますか、先に。斧1。斧なんだっけ、あ、斧行こう。斧完成するじゃん。斧行きます。斧完成。よいしょ。で、次が空白の書で。てん。とりあえず、斧が全方位攻撃始めるところで。ドーンつって。どうなんだこれ、強いのかな、これ強いよね。こんな状況に2本出てたら強いけど、これさ、いや無理か、回り方次第ではさ、逆か、こうダメか、偏って、ま、飛ばせるかなとか思ったけど、そんなことねえわ、難しいわ。うん、難しい、無理だ。空白クールタイムで、他のにも効果あるからね、クールタイム短くなるの。だいぶ早くなってね、クールタイム。斧出る感覚めっちゃ短くなったよな、今。めっちゃ強いじゃん。で、マシンガンが
あと1個か。まだ完成はしないのか。よいしょ。エリア追従が強いな、やっぱり。エリア追従つか。衛星のパワーが強いっぽい。今のところ、聖水のエリアを突破できるやつが現れてないと思われる。よいしょ。無知取っとこっか。よいしょ。強いな。斧と聖水どっちがダメージ出してんだろうか。無知でいきます。レジェンダリーを完成させたいっていうのが目標なので、一応無知と鎧がワンチャンあるかなと。でワンチャン魔法のやつと、なんけあれよく出てこねえ、ほうれん草、ほうれん草がワンチャンあるかなと。これで、進化できますので箱を取りに行きたいですね。はい、はい、これ取りましょう。これで押し返す力がマックスになるんで、ちょっと道を築けるようになる。前回これで最後、もういろんな方向を向くことによって敵を押し返して自分のスペースを空けてたんで、これでこういう感じで動いて、あれと似たような動きになると思います、今回も。やべえな、できるよ。これダメージ10パー上げとこっかも。待って、基本速度だって。フレイヤーもしかして。フライヤー？え？フレイル？基本速度が上がるの。空白の書とセット、まさかな。まさか同じのは使うのがあると思うかっつったら思わないよ。思わない。ほれそう。よいしょ。ほれんそうで。とりあえずパワーはギャッギにしとこう。今ある火力でも。もういけるんだぞっていうところにしといてからの、完成させてよね、他のほうれん草で。もうほうれん草マックスかな、まだかな。やっべ、経験値の回収範囲が広すぎて美味しい、楽しい。ほうれん草完成しましたんで、次アーマー上げとこうかな。アーマー上げてさ、ワンチャン死神に耐えられたらどうする。一発ぐらい耐えられたらでかいよな。一発耐えられたらでかいよな、死神。ファイヤー、火の杖やっとこう、やっぱり。火の杖気になる。ここで全部回収するのか。炎の杖。炎の杖。よし、あ、起きてくるかもや。またこの時間に見えるか。あと10分か。昨日と大して変わらんタイミングじゃねえか。よいしょ。炎の杖。よいしょ。待って、聖水のさ、引っ張ってついてくる速度上がってない？これ結構移動しまくって、あれか？育てた方がいいのか、関係ないかな、関係ないかもしれないな。炎の杖関係ないかもしれないけど、ちょっとがっつり移動してみます。逆にこれで成長する可能性があるの。あ、お肉取っちゃった。火の杖、よいしょ。やっべえな、あ、これ取ってみようぜ。
アーマー取っとこうか。なんか嫌な予感するし。向こう踏んでみる。向こう踏んでみよう。全部踏んでる。関係ない。アーマー。とりあえず全部踏むから。リスク軽減のために。これ取って。あ、箱の足元に取っちゃった。まあいいや。どこに箱があったかわからんけど。あ、来た。なんだこれ。なんだこれ。なんだこれ。ヘルファイヤー。ほうれん草ヘルファイヤーなんだ。敵を通り抜けるだって。一応強いよ。やばい、これは。これはやばい。ヘルファイヤーだわ、マジで。マジでヘルファイヤーだわ。待って、ムチとアーマーは完成してる。一応してるのか。取ってみるか、次のやつ。まあ、多分違うと思うけど。どうなるんだよって話だよな。これがセットだったとして。だよね。想像できないもん。想像できないのは外れなんだ。とりあえずヘルファイヤーが完成しただけでもよしとするか。じゃあもう箱も換金するために残しとくか。一緒か。一緒だな。一緒なんで先開けよう。変なところで死ぬ可能性もあるし。ここで。イエーイ。マックス。金や金。金大事やからな。金大事やからな。金がないと次のキャラ解放できなかったりするし。金集めながら散歩してみるか。下行ってみるか。下。あ、待って、スイッチ押してみたい。もう一箇所ぐらい。もう一箇所ぐらいスイッチ押してみたい。あ、あった。あ、機能した。ちゃんと機能した、スイッチ。超強い。こっちもスイッチある。これはさっき押したスイッチだ。下行ってみるか。下行ってみる。よいしょ。下行きます。入ります。これさ、ボス屋に残しとくの無理だよな。ちょっとでけえのが現れ始めた気もする。あれ、なんか取っちゃった俺。ピーって押したけど一瞬で溶けていくっていう。ちょっつえ、ちょっつえ、こいつは強いよな。あ、こいなっちゃった。いいね、いいね。もう一押し、これか。これ色で分かっちゃうのかもね。来てもいいと思うけどな。途中で変わるみたい。いたいたいた。ちょっと敵に突っ込んじゃった。これアーマー着てなかったらもう半分ぐらい削れてたのかな今まで。見えるな。ちょっとそれ考えると怖いですね。食べ物取りに行きたいな。
わっちゃん死神知らないかなと思う。トロッコで。よいしょ。よいしょ。頑張って下に行きたい。頑張って下に行きたい。ブラクトオーブがあります。これ取っとけだな。よいしょ。あ、いよいよですね。これも時間的に。この港の巣が今日出し始めてきた。でも俺の行きたいところに行けるな。生成バリアのおかげで行きたいところに行けるな俺が。すげえな。このさ、マシンガンみたいなやつ必要だな。めっちゃ強いわ。これで押し込めるからな。この量は敵貫通とかエリアダメージ系じゃないと本当にしのげないね。今あるのも結構相性いいって感じかな。ファイアボールとかこの斧とかで、なおかつマシンガンで敵を押し返すっていうね。で最後の守りが衛星斧も一応回ってんのか。あ、厳しい厳しい。終わったわ。回復で厳しい厳しい。ゴーレム厳しい。ハイプレゴーレム厳しいな。前回厳しいな。あと30秒。余裕かましたけど無理だった。マジか。リビングアーマーを倒すだって。ワンチャンこれであの次のやつ出てきてたりしないかな。なんか今書いてあったね。何かを入手可能になりましたって書いてあったよ。ハイパー農場が入手可能になりました。よくわからない。あ、農場のハイパーモードかもね。もしかしたら。一番ダメージ出してたのは、はぁ、そうなんだ。あ、まあそうだよな。でもデススパイラルも、一応結構出してたっぽい。同じぐらい。なるほどね。そうなんだ。時間ダメージっていうのはちょっとわかんないけどね。あ、使ってる時間かな、これ。使ってる時間に対してのダメージ？そうかもしんないね。そうかもしんない。まあ、これが弱いのを押し返すやつ。これもしかしていらないのかな？これで押し返すの最後、押し返せてなかったもんね。生成のバリアも微妙だし。でも一番は、アーマーじゃなくて、アーマーの代わりに、
なんとかの書取れて、この、あ、じゃあスペルバインダーか、取れてこいつが回って出ればワンチャンあったと思うんだよね。でもそれでも厳しかっただろうな多分厳しかったと思う。3800だって。果たして無知は何なのか。もうほぼほぼ試し切ったのでは。ハート、結局ほうれん草はファイヤーだったわけじゃん。ほうれん草ファイヤーで、今まで試せてないのが多分アーマーとハートと、でこれがニンニク、これが杖、これが、ろうそくなんで斧、これがナイフ、これだね。でこれが回るやつ、記憶ゲーみたいになってんだこれが分かってない。でもムチ持ってる時にこれは完成させてたんで、これじゃないっていう、絶対に分かる。移動速度ワンチャンあるかな。移動速度ムチはワンチャンありえる。で今ありえるのがこれとこれ、これとこれ。王冠は試してると思うな。王冠は試してると思うな。でもまあ王冠もちょっと可能性あるかもってところっすね。移動速度と移動速度の無知ってどうなんだろう。でもありえるな、ありえるな、ありえるけどちょっと想像できないな。上限アップもちょっと想像できないな。これ移動速度あってもおかしくない気がするけどな。まあまあまあ次回やってみましょう。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。ケイシカでした。